目指せポケモンマスタージファーディータカシです。今日は古代の毒キノコアラブル竹を使います。アラブル竹は種族値や習得技などの基本性能的にポテンシャルは高いけど調整が難しいという評価をされているポケモン。今回は俺なりに環境に刺さるアラブル竹の調整を考案してきたから紹介したい。ベースの立ち回りとしては初手キノコの胞子で相手を眠らせ、睡眠中に草分けで素早さを上げて後続の上も取っていく。素早さラインの設定は草分け荷積みで最速鉄の包みまで抜ける調整。この方の特性上、鈍速ながら素早さに努力値を回す必要があるので、努力値は攻撃を削って素早さと耐久に回し、攻撃力については弱点保険で補っていく想定。アラブル竹は弱点が7タイプもあるので、まあ、弱点保険適性は高い。サブウェポンのギガドレインについては自由枠なんだけど、弱点保険で攻撃と特攻の両方が上がること、後続の先制技を耐えるだけの体力を確保したいという理由で、まあ、俺はギガドレインを採用した。まあ、素早さを上げても先制技で殺されたら意味がないからね。でキノコの胞子で相手を眠らせたら、草分け連打で S を積んでいくか、ギガドレインで HP 管理するか、戦局を見極め未来を予測して最適解を選択することで進化を発揮する、まさに上級者向けのパラドックスポケモン。解説が長すぎる。いきましょう。マッチングしました。ヤミーさんお願いします。ヤミラミ出してきそうな名前してんじゃん。あとは銅首のバケモン金属編、バレパン野郎ウォッシュロトムという部隊構築。まあ、これはアラブル竹出していいと思うけどね。いたずら心が効かないから悪タイプ入ってるアラブル竹で、タイプ上セグレイブじゃねえわ、あとサザンドラとか、あとあのサーフ号にも強い。アラブル竹から出さない理由がないでしょう。ハッサムか。ハッサムの、トンボ返りだけ4倍弱点でもらっちゃうのはさすがに厳しいから、だから、まあ、そこに受けが効くミミズズとかは出しておいた方がいいのかとも思うけど、なんかミミズズがそれ以外に一切刺さってないんだよな。だったらなんかグレンアルマとかで奇襲していった方がいいような気がしてくる。グレンアルマ出そっか。これ裏にセグレイブいっちゃおうかな。相手はサザンドラからのスタートか。炎技あるんかな。まあ、最大打点としては多分炎技になるはずなんだけど、まあ、これちょっと多分俺の裏で受けは効かないから、まあ、キノコの胞子から入っちゃおうかな。あー、トンボ返りはマジいいやつやけど、まあこいつは特殊主体だから一応こういうの打たれても大丈夫と。これあーサーフ号につながれたら眠らないか。ちょっとこのトンボ返りあんま想定してなかったから安直だったかもしんね。あーサーフ号来られてしまったけど、だったら不意打ちでしばくしかなくなってるね。だったらね、不意打ち打ちます。ここは不意打ちが通る。はい、サーフ号ワンパン。いやこれキノコの胞子透かしたところで気分良くなっちゃったでしょ。で不意打ちの可能性を不意打ちの可能性に気づかない。これはさすがにもうちょっと厳しいかな。トンボなんかもう一回耐える可能性もなくはないけど、相手がここで技を変えてきたらそれは通らないんだよな。テラスタル切ってトンボを確実に耐えるっていうのもまあなくはない手なんだけど、先制技持ちが裏にいたら厳しいという話になる。いやでもここ多分もう一回トンボ返りじゃない。いや俺これね信じるわ。でもう一回キノコの胞子チャレンジする。さっきの火ダメ的にトンボ返りは草テラを切ればさっきのダメージの半分になるから耐える。で、悪の波動は半減だから打てない。流星群打たれるんだったらそれはしょうがないけど、トンボ返り。よし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 。想定通りにことが運んでいくぞ。で、このキノコの胞子をかいくぐれるポケモンが相手の裏にもういないはず。どうだ。どうは無理だ。どうでは無理なんだけど、まあ、多分特殊受けだとは思われる。天然だったら、ちょっと無理なんだよね。その、能力上昇が関係ないっていう話になってしまう。まあ、ここは草分けをガンガン打っていきますか。多分あんまりそのギガドレインが入らないと思う。特殊受けだろうから。あーすごいダメージだー。すさまじいダメージ叩き出してんじゃん。こいつ貯水なんだ。でこれでこいつを草分けで2回踏むことによってサザンドラを抜けるんだよね。あっとでもね、スカーフの可能性が高いんだよな。まあ、草分け打つんだけど、トンボ返りを持ってる個体ってことはこだわりスカーフ持ちの可能性が非常に高いところがすごく不穏だから、そのスカーフ判定をすることを優先するか、少しでもダメージを与えることを優先するかっていうターンなんだよな、ここは。
サザンドラ。で、上から悪の波動とかでこだわられたら、ちょっと厳しいね。まあだからここ、上取ってるんだったらキノコの胞子を打つだけのターンか。いや、スカーフだ。スカーフだ、これ。スカーフなのはほんまに厳しいんだけど、ひるむ可能性があるのが本当に終わってるんだよな。これは、スカーフだったら何テラの可能性があるんだろう。とりあえずセグレイブで、相手のテラスタルを強要していきたいんだよね。で、竜の舞を積んでも意味がないから、もうなんならここ氷のつぶてで、ひるみの可能性をかいくぐりながら動かすっていうのが一番いいと思ってる。氷のつぶて打ちます。そうなんだよな。鋼なんだよな、こういうのは。まあ別にそれ自体はいいんだけど、悪波で、まあ逆にスカーフだったら角煮が取られないはずで、まあこれ氷のすべて連打だね。で、グレンアルマのアーマーキャノン圏内に入れていく。まあ確実に入ってるんだよ。これでテラスタルを強要してるから、アーマーキャノンで、が弱点になってるし、アーマーキャノンで確実に倒せる耐久ラインなんだけど、だから問題は、もうひるむかどうかっていうそれだけなんだよね。ここまでその完全に完璧に戦術を通して、結局その悪の波動のひるみっていうゴミみたいな要素だけで全ての戦術がその墓地に行っちゃうんだよね。何の意味もなくなる。そういうゲームなんだよ。だからまあそのガチャを引くことになる。耐えていく。で、タスキで耐えて。どう？アーマーキャノンが通る！当たり前だよ！お互い動いて、で、順番に技を打ち合って戦いましょうっていうゲームなのに、なんで運で動けない可能性があるんだよ。なぜそれに怯えなければならない。マッチングしました。ミーヤさんお願いします。イルカ男、羽ばたく神セグレイブ、巨人ドドゲザン社会主義者っていう構築。これ荒ぶる竹は出す。初手荒ぶる竹でいいと思う。セグレイブ初手に来るのは、まあ、厳しいけど、まあ、そしたらミミズ出せばいいのかなっていう気もするが、まあ、とにかく巨人音がいるからサーフ号を出すところも確定している。この2枚の選出が確定。で、羽ばたく神の先発が結構苦しくなるか、そうなると。だって、いや、セグレイブを重く見るんだったらミミズや。あと、ドドゲザン、海竜にミミズズがある程度強いから、これまあミミズズ出すべきだと思うんだよな。この3枚先発でいくか。行きましょう。相手の先発はパルデアチャンピオン、羽ばたく神。これはまあ弱点保険で返していってもいいけどね。これね、正直もうテラスタルでいいと思う。テラスタル切って、で、キノコの星を打っていきましょう。まあ、この使い分けが強いよね。その弱点保険に頼るべき盤面では、その弱点をあえて受けて、で、耐久を優先する盤面では、このように、その耐久値を上げるためにテラスタルを切っていくという、まあ、この使い分けが強いと思う。で、裏に巨人おらんのかな。いるんだったらここ出してくる気がするんだよな。で、ここ草分けから入ります。まあ、このターンは確定眠りで、で、次のターン最速を消される可能性が一応あるんだよな。で、そうなると、まあ、次の攻撃も耐えはするけど、お、すごいダメージ。一応不意打ち打っておいた方が安全かな。素早さを2段階上げないと抜けないポケモンがイルカマンしかいないし、イルカマンはこの試合選出されていないはずだから、ここも不意打ち打っとくわ。これはまあさすがに通るでしょ。いや、最速撃から HP を赤ラインまで削られる方が、まあ、状況として良くないと思ったんで、まあ、不意打ちバレたけど、まあいいでしょ。そして出てきてしまうセグレイブだけど、この残り HP あればおそらくは、氷のつぶては耐えるんだよね。で、しかもセグレイブの上は取れているから、これキノコの胞子打てる。これ、つぶて耐えるよ。ほら。これ耐久調整してあるんで、絶対に耐える。で、ま、弱点保険をここで起動して、そう、弱点保険を起動するのは何も初手である必要はないからね。いつか、その、起動できるタイミングでいいのさ。で、これで、次のターンセグレイブが確定眠りなんだよね。まあ、不意打ちでいいかな。不意打ち打ちましょう。不意打ち通る。あー、素晴らしいダメージ。で、このターンは確定眠りで、いや、次なんだよな、問題は。起きられてからの、その、竜の舞とかを選択されたら、不意打ち通らないから、ここ草分け打たないといけないと思うんだよな。
うわセグレイブ温存してきてるの偉すぎん。次起きる可能性あるもんな。ドドゲ山か、ドドゲ山か。これは相手終わったのではないか。これ多分おっと風船持ちのドドゲ山久しぶりに見たな。久しぶりというか以前見たことがあるのかすら我々の科学力ではわからないんだけど、これはあの不意打ちどうのこうのとか関係なくキノコの胞子が確実に上から通るからこの通りの能力上昇だからね。だからこれはもう何も考えずにキノコの胞子を打てばよいターン。これが無情にも通ってしまうし相手のアイテムは風船で確定しているから起きる術がないと。まあしばらくは。いやこれってさギガドレインで HP 回収したら次の相手の不意打ちとか耐えたりしないかな。ギガドレインの方がそもそも技の威力が高いからここギガドレイン打ってみようかな。これでかなりの HP 回収が期待できるんだったらそれでもいいと思ったんだけど微妙だね。微妙や。微妙。これさすがに草分けの方が入るよね。てかまあ通るんだったら不意打ちが一番入るのか。この辺りから不意打ち打っておきますか。多分これ通るでしょ。あーでも倒せないのか。あー目覚まされた。いやまあ十分。あうわやっちゃったな相手。これやっちゃってるわ。ここを普通に土下座打ててればっていうターンだったのにな。いやーかわいそうだなこれ。ここはあもう安全に行く。ここはキノコの方し絶対のターン。これで不意打ちすらかいくぐることができる。いや無情すぎる。あまりにひどすぎる。いやこうやってだから毎ターン毎ターン最適解の択を選び続けることによってこのようにイージーウィンをかますことができるわけよ。えあーっとねここのギガドレインはあのその最適解でないやつだ。その最適解でないパターンのやつだ。うわ偉いな相手ちゃんとここ不意打ち選べてんの。めちゃくちゃ偉いんだけど。これはですねなこれまずくねえ。サーフ号出そう。不意打ちで倒されちゃったらきついんだよな。一応ここだから不意打ち読みで。いや不意打ちで倒されることってないよな。相手だって総大将1回しか起動してないからゴールドラッシュ打っていいと思うな。ここゴールドラッシュ打ちます。通った倒せるでしょ。オッケー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 。いやよかったここは変にあの身代わり打たなくてよかった。てかいやちょっとさっきのターン最速置きまで警戒するんだったら不意打ち絶対打たないといけないターンだったな。だこういうところなんだよな。だから俺が上級者の仲間入りできないんだよ。これがその最たる例だからな。でこれはまあゴールドラッシュ打って勝ちかなと思います。うわっと目覚まされちゃっていく。つららばりを選択してるのはなぜかはわからない。なんでなんだろう。自信がないのかな。でしかもイカサマダイスじゃない。なんか、見え切らねえんだよな。なんでな。微妙にだから俺が上級者じゃないっていうことが現れてる動画になってるんだよな。マッチングしました。ソさんお願いします。ドブ魚、社会主義者、サーフ号、羽ばたく神、ニンフィア、ドンファンという舞台。まあ、ラブル竹から入っちゃっていいと思いますけどね。何かその、危険な仮想敵がいないんだよな。ドブ魚が気持ち悪いから、だからまあ、羽ばたく神、ニンフィア、サーフ号あたりまで含めて、相手取れる腹張りの戦術はありかなと思ってて、グレンガルマ面白いけど、ドンファンにステロ巻かれる可能性もあるから、ちょっと、ミミズで行ってみちゃおっかな、この試合は。お相手、をサーフ号からのスタートか。サーフ号どうするかな。何打ってくるかちょっと分かりづらいんだけど、これはね、あの、キノコの胞子がまず相手の特性で効かないから、で、電磁波型の可能性とか、まあ、あとは、こだわりトリックなどの可能性まで考慮すると、一旦ここは腹張りで受けに行きたい所存。まあ、シャドーボールは打ってこないはずなんだよな。トリックの方だったか。まあ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 、一旦このトリックを腹張りで受けられたのは悪くないと思ってて、スカーフ型、で、直気だから、まあちょっと特殊耐久が上がってしまったのはネガティブだけど、まあ補助技は使えなくなった。相手の裏ドンファンが地面なんだけど、多分ね、出してきてねえと思うけどな。一応ボルチェン打ちます。シャドボでしたね。シャドボだった。はいはいはい。シャドボでいいのか？いやこれドンファンは基本的に先発適性の高いポケモンだから、先発で出したいはずなんだよな。
そこでまあ荒ぶる竹出せばいいかな。竹を出したくて、で別にまだこだわってるわけじゃないからな。ちょっと待って、これさ、不意打ちが確定で通るターンだと思うんだよね。これ不意打ち打っちゃおう。だって相手突撃チョッキ持ってるから補助技打てないもんね。だから不意打ちが絶対に通って、おそらくそのスカーフだったら CS の耐久にそこまで回せていないサーフ号だから角位置が取れると。まあまあ角位置というか削れてたけど。うわ、羽ばたく神来てる。これはどうしよっかな。ハラバリーでまだ受けが効くんだよな。タスキの可能性があるだろう。これテラスタル行くか。弱点保険がそこまで有用じゃないと思うんだよね。ドブ魚の可能性とかもあるから、弱点保険にこだわる必要がないと思うから、これ草テラ切って耐久値上げて、でキノコの奉仕、こうすれば相手のムーンフォースを2回耐える。まあ、マジカルフレイムは選択しづらいと思うけどね。ムーンフォでしょ。うん、まあそうなんだよね。これ確定で耐える調整をしてあるんで、あの羽ばたく神がなんかメガネとかそういう火力増強アイテムを持っていない限りは、まあ、確実に、はその弱点を突かれたとしても耐える。でここ草分けの起点にしていく。やっと羽ばたく神を温存されてしまっていく。なんだこれは。海流か、海流か。この残り HP から海流の神速を耐えるのかどうか知らねえけど、耐えなかったらクソキモいんだよな。あとこれで一応最速海流の上は取れてる。草分け1積みでこれ奉仕打つわ。さすがに神速鉢巻きとか巻いてない限りは神速耐えると思う。ノーマルテラスタル神速、鉢巻き神速とかになってきたら耐えねえけど、まあ、これがくだらないんだよな、このポケモンは。本当に心からくだらないと思う。まあ、耐えないでしょうな。しょうがないよ、これは。これしょうがない。ただまあ1枚寝てるから羽ばたく神、しかもまあ寝てるあいつに関してはまあ十分腹張りで受けが効くので、ここは物理受けのミミズズでこいつを相手取っていきたい。炎のパンチとかない限りは大丈夫でしょうという話で、ここは素早さ下げていきたいけど、いきたいから眼風から打ちたいかな。いやでも神速だからあんま意味ないのか。じゃあもうこれアイアンヘッド連打安定案件じゃないこれで。神切ってでまあなんかするって感じでしょう。まあ、逆に言うとワンクッション、その腹張りを挟まずに羽ばたく神を倒せてるのはそれはそれでいいという話で、でまだ羽ばたく神が1回も寝てないからこのターンは確定眠りなんだが、ステロから1回腹張り挟んでボルトチェンジで対面操作でミミズズっていう手でも全然ありな気がしてくる。いやその方がなんかミミズズというかその全体へのダメージトレードを考えると適切な気がしてくるな。このターンは確定眠りね。でここはステロを打ちます。で次のターンから羽ばたく神が起きてくる可能性があるから、だからそこに合わせて腹張りを合わせでボルチェンで確実に倒せるので、まあ、直帰失ってるからもしかしたら微妙なんかな。それでも特殊特防特化だから大丈夫だと思う。目を覚ましていく。マジフレ、いやこれはまあ甘いかな。このマジカルフレイムはこいつタスキだったっけ。まあでも目の前のミニズ勢の最大打点を考えると、まあそれも理解できなくはない。一応海流への交換の可能性があるからボルトチェンジだけど、なんでこれマジカルフレイムなんだろう。まあどっちでもいいや、どっちでもよくて、でスカーフだけど、まあ、腹張りで海流の上は取れないから、まあここ何を打ってくるかっていうことになってくるよな。海流が、まあただ俺ね、あの海流こだわってると思うんだよ。で神速打とうと思ったらそうミミズズ半減だから一生かかっても突破できないし、何打ってくるんだろうな。で地震は特性で効かないでしょ。炎のパンチとか持ってたら打ってくる可能性があるのか。で炎パンでこだわってくる場合、その素早さを下げるメリットがあるから、ここ岩石封じから入ろうぜ。あそれでも神速なんだ。あじゃあ岩石封じ打つ意味ねえわ。うん、まあ、これ多分こだわりだからこの技選択になってるはずなんで、まあ、これ以上素早さを下げていく必要がないから、まあ、あとはアイアンヘッドで一生殴りまくって終わりかな。これはまあミミズズを舐めた結果なのではないかという気がするけど、なんならこれ神速の PP 切れるくない。
神速って最大 HP8 だよね。今もう3回打ってるでしょ。これ5発目の神速だよね。5発目の神速なはず。だからまあ PP、まあ、絶対増やしてるだろうから。あーてか倒せたわ。うん。うぜ神速回流。社会主義者。ということで、今日はこんなところにしようかなと思うんだけど、この荒ぶる竹についてはいくつか感想があって、まずギガドレインがいらない。うん、まあ、いくつか理由はあるけど、もうとにかくいらないとだけ言っておくよ。だからまあせっかく弱点保険で火力も増強できるんだから、まあ、何か技範囲を広げるためのサブウェポンの採用を推奨します。で、もう一つは、やっぱりね、難しい。上級者向けっていう KO が似合うね。卓をミスれないし、死ぬほど耐久力があるわけじゃない上に弱点が多いから、やっぱかなり難しいポケモンだったね。この方の荒ぶる竹は少なくとも、俺には、ポテンシャルを引き出しきれなかった。うん。まあ、ただ可能性は感じるし、使ってて楽しいポケモンではあるから、まあ、もうちょっと型を変えていろいろ試してみたいかなと思うようなポケモンだったかな。一応俺の今回の荒ぶる竹の育成論は概要欄に載せておくんで、よかったら試してみてください。ご視聴ありがとうございました。朝日が死んで闇夜がめぐれ、外れ確定のカードをめくれ、一生いっぱいじゃ一生終われない、誓いと一緒に歌う案内。朝日が死ねばあいつらは眠れ、暗がりで一人命を削れ、あの日死んだまま生きたくもない、俺が死ぬ日の頭上に雲はない。